動物愛護団体の職員と訪れたのは埼玉県内の住宅。庭で大きな鳴き声を上げる何匹もの犬。さらに家の中は凄まじい光景が広がっていました。玄関からリビングまで家の中を埋め尽くす多くの犬。犬たちが遊び回ったため床や壁はボロボロ。さらにとても匂います。息ができないぐらいです。この家に住んでいるのは66歳の男性。今何匹いるんですか？全部で70何匹なのかな。それぐらいですね。僕とも70何匹、うん、正確な犬の数は把握できていないといいます。苦しかったんですけど、息とかは？別になんともないです。それは慣れじゃないですかね。男性は10年ほど前、近所でオス犬を拾い、その後メス犬を引き取ったところ、次々と子犬が誕生。その後も去勢手術を一切行わなかったため、一時は100頭以上まで増えたということです。私たちは以前もこの家を取材。その時は、はい、おいで、入んな、入んな、入って。男性は妻と二人で犬の世話をしていました。しかし今年の元日、妻が心筋梗塞で他界。だからそれまで二人でやってたから、なんとかなってるけど、今はもうちょっときつい状態の。現在は動物愛護団体の職員が週に3度訪れ、餌やり、散歩、掃除などの世話を行っています。私は2月の下旬に、まあ、ここに来て、まずまあ衝撃、飢えてるし、犬がもうどうしようもないレベルだなっていうのは、もう頭数を見てまず唖然。当時は餌やりなど犬の世話が全く行き届いていなかったといいます。周辺住民からも苦情の声が。朝夕のね、犬の声、これはちょっとね、なかなか厳しい。また犬がね、庭とかにうんちしちゃうんですよ。その辺はちょっと困ってましたね。実はこうした苦情は全国各地で相次いでいます。環境省の調査によると、全国で多頭飼育に関する苦情が寄せられた世帯は2000以上。その世帯のペットの飼育頭数を調べたところ、10頭未満だったのが1033世帯、10から30頭未満は543世帯、そして30頭以上を飼育する世帯は134世帯だったということです。こうした事態を受け、環境省は新年度にも自治体向けの対策の方針をまとめるということです。先ほどの60頭以上の犬と暮らす男性、現在は動物愛護団体に全ての犬の所有権を譲り渡したといいます。そもそもは1頭から始まり、どんどん増えてる。やればよかったんだけど、1頭2頭で。だからほら、例えばね、少ない金額でまだ済んだのが、もう60頭になったらもう誰も手がつけられない。今後犬たちを別の場所に移し、新たな飼い主を探していくということです。